皆様こんにちは、高橋健介です。今回は明治座さんにね、立たせていただくということで、僕地元が両国なんですよ。で、昔からずっと明治座を見てて、正直小さい時はなんだこの立派な建物としか思ってなかったんですけど、この業界に入って、芝居小屋っていうことを知って、いつか立ってみたいなと思ってて、本当に立つことができるので本当に嬉しく思いますし、あの90を超えたじいちゃんがいるんですけれども、あの絶対見に行くと、まあ、車椅子なんですけども、まあ、それまでとりあえず寿命が伸びたかなと思って、あの嬉しい気持ちです。はい、今回盾のシーンが多くあるということなんですけれども、まあ、今まではあのキャラクター原作もので盾が多かったので、まあ、今回もね、歴史上の人物ではあるんですけれども、今までとは多分違う盾の形になるのかなとも思うので、それは僕としてもスキルアップにつながると思いますし、まあ皆様にもまた今までとは違うような盾をお見せすることができるのではないかと思って、まあでも正直全然盾できないんで、死に物狂いで頑張りたいと思います。今まで共演した方にはないジャンルの方というか、すごいまあベテランさんということもあったので、僕は本当に人見知りをしないので、あの距離感の詰め方だけ間違えないようにを心がけていきたいと思いますけれども、本当に僕自分で言うのもあれですけど、100嫌われるか100好かれるかのどっちかなので、100好かれるに入れたらなと思っております。こういうご時世なので、本公演をね、見に来れないって方もいるとは思うんですけれども、その中でも、見に来るという選択をしていただいた方々にはですね、必ず最高のものをお届けするので、自信を持って見に来るという選択をしていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。明治座10月、令和千本桜、義経と弁慶、コロッケモノマネオンステージ2021、劇場でお待ちしております。